これパコれない話なんですよね、はい、世の中のどの男性も経験している女性を頑張って口説いたけどできなかった話、これなーって一番うならせた話を人が MVP 俺の風俗の有料店をプレゼントおごる。よっしゃー、これはで私先出るから後で来て。あーもう最後、何の話ですか？いやお前生茶割り生茶割り待ってる。あら、チャラチの王権だ。ちょっと言えない。本当に返してくれ。マンキンカツモンのパコれない話。はい、じゃあ、よろしくお願いします。このタイトル言いましょう。コミュニティさん。気になるタイトル。我々その Tinder をよくやるので、Tinder で会った女の子の話なんですけど、はいはいはい、僕結構ピエン系が割と得意分野と思いますか。ちょっと頭吹っ飛んでる感じの。その日も居酒屋にピエン系と一緒に行って、はい、2軒目バー行ってもしこたま飲んで、彼女ホテルに行きましたと。早いな。今でが早いな。早いな。苦労してるから。ベロベロだったんで、前期も適当にパワーと出して、もうすぐ入れたいと。かっこいい。本当にオフィシャルの前期ズムってやってんで。前期しないでゴムをつけてね。めっちゃおしっこしたいなって、ゴムつけた後に。ここでちょっとトイレに行くのも野暮だなと思ったんですよ。なんかおもろいことしたいなと思って、ゴムつけたままおしっこしたら、水風船ってなんですゴムゴムの風船って呼んでるんですそのゴムゴムの風船した状態でもうこう立ち上がって女の子キラキラキラって笑ってんすよ、はいはいはい、風船とかゴムゴムのピストルとか吹き散れてるで女の子がやめてよみたいなこうした時に女の子結構ピエンなんです。うわうわマジか。俺のゴムゴムの風船がピエンの爪にバシャってなって、ピエンの顔にバシャーって。やばいやばピエンなんで、もう情緒がジェットコースターなんですよ。なるほど。ブチーって切る。あー。はぁ、何これみたいな。めっちゃありえないんだけど、みたいな。マスターポール並みのブチ切れで。まあ、それでピエンがお風呂に行ってくるみたいな。俺もこれどうしようってこれから作るの厳しいなって思って、うん、逃げようかなって。えっおかしいっすね。こっちもあんなおかしいよ。エンエスロビーがどうやって脱出しようかシャワーの音ジャーンなるよし今だと思って荷物かき集めたら、ピエンも刺したらしいんですよ。こいつもしかしたら逃げるんじゃないかな、うんうん、ピエンがもうお風呂場からガチャッと覗いてきて、もう俺荷物こう打ち込んできたりするもうバレて、え、何帰ろうとしてマジありえないんだけどみたいな。でも僕もそう荷物積み終わったのに、もう逃げようと思って、えぇ、ー、ここからホテルのドアまで行こうとしたんですけども、いろんなものがあるんでホテルには、もう後ろからボッカンボッカンいろんなものがあって、で、無事脱出はできたんですけど、そのワンピースのキャラだったらありえない背中の傷が盗んできた背中の傷だけの話っていう話です。いやー、パコれへんなー全然パコれへんやん。すごいなー。いや、おもろいですが、頭バグってるから。ホテルまでは行けるんですよ。そこからのトラブルがあるんですね。ちょっと終わってたもんね。本当によってパコれないレベルが違うんですよ。あんまそれ。いやー、パコれへん。いや、パコれないですね。危険系は怖いね。じゃあ、喋ってないのは一旦回しましょう。はい、喋ったりだね。もうちょっとね。おっ、惜しい。どっちだ。いいよ。あー、いやいやいや、取りやすい。まあ、緊張するなぁ。いや、まあまあ、リラックス、リラックスしましょう。まあ、これは、大学で2年生、留学してたんですね、アメリカに。おー、サンゼルスもすごっ。食堂で飯を食ってたら、金髪ブロンドの子が出てきて、僕の前に座ってきて、Are you Korean? スープしてる？って言われたんです。Oh, yes! 俺言っちゃって。喋られたので、まあ、実は日本人ですみたいな、うん、で、まあ、なんか多分前髪とかあったんで、結構アジア系が好きな子がいるんですよ。まあ、そうなんや。まあ、その欧米系ではなくてアジア系が好きっていう女性いるんです、うん。まあ、その子にも連絡先を聞かれ、もう結構金髪美女だったんで、この後一緒に私の家でパーティーしないとか。すごい。あれが早い早いんだ。走るわ。すごいスムーズやな。本当にそれが初めてです。金
髪美女の方にそういう風に言ってもらえるのか、速攻でもイエスみたいなイエスって言って、もうその授業も全部病気って言って全部欠席して行ったんですよ。で行ったらもう一軒家なんですけど、やっぱプールなんですね。最初のバーと一緒にプール行くから、めっちゃええやん、最高で。僕もその水着なかったんで、そのパンツで普通のまま入って、うん、まあシャワー代わりじゃないですけど、うん、結構汗かいてたんで、ね、こうちゃんと洗ってこうビシャビシャっていう、もう青春の、うん、まずめっちゃめっちゃめっちゃ結構広いプールの中でちょっとイチャイチャじゃないですけど、ちょ僕ももうモコモコモコってして、これこの音とかやれるのですごい女の子もなんかティーバッグでこう、なんか強すぎる、シャワー浴びていざやるという風になって、もうスムーズというか、いいよいいよ、俺ってやっぱスーパースターなんだよ、そうだよ、俺がスーパースターなんだよ、俺がスーパースターなんだよ。いざ部屋に入ってその英語で絡むっていうのがわかんない、確かにそうですね、なんか本当にその行きに調べて噛むが行くみたいな、うん、そうそうそう、うん、ケイムとか噛みみたいな、なんか早漏っていう言葉が全然わからなくて、なんか本当にスピードリーカミングみたいな、アイダムスピードリーカミングみたいな、なんかわけわかんない、なんか本当そういうこと言ってて、うん、外国人のを確かめたいと思って味を最初こうチューして、うん、でその後胸の方も、ね、胸の方もこうやって、うん、そのままちょっと僕脇に行っちゃったんですね、こう脇、脇を、ね、脇を、で脇をこう舐めた瞬間にブエーって言っちゃって、えぐいんすよ、すごくすんどるんかうわーにおって、いやさっきプール入ってシャワーも浴びたやん、安心してきてたんですよ、なのにここバケモン臭くてギンギンだったのに、うわちょっとやばいこれみたいな、うん、いやダメだダメだみたいな、せっかくの金髪じゃないですか、でもそっからちょっと下に行こう、うん、下 の, その娘さんの方に行って、こうバーッ行ったら、ブーッなんか100匹すんだよ、ちょっと待ってと、もう普通に日本語言っちゃって、ちょっと待って臭すぎて、英語がもう思いつかない、ちょっと待ってみたいな、どういうことみたいになって、で向こうもなんか、どうしたのみたいな、ワッツアップみたいに言われて、でもその、ブーッがもう無理すぎて、マイグランドマザーイズシックって言って、そこ帰っちゃった。マイグランドマザーイズシック。あ、これよかったっすね。これなぁ。中学で全部習ったんですよ、もうちょっとばあちゃん病気っていうのが、ばあちゃん絶対日本にいるはずなのに、海外行くとやっぱおもろいっすね、おもろいな、じゃあ巣最後じゃあ、まあ、もうせっかくやし行く、そうやな、谷野もちょっと一回も喋ってない、はい、はい、じゃあ最後に、これは僕の大学生の時のお話でございます、19歳その頃は私も Tinder が出始めの時です、出始めの時もう結構初期の頃から出始めました、それで、出会ったもう時効です、時効なんで言いますけども16歳の女の子、まあ僕も19歳ですから、まあまあまあ、でそのこともあって遊んで、まあでも結局付き合うことになりました、あ、うん、健全な付き合いです、うん、僕車が好きでよくドライブしたりしてるんですけど、夜中にデートに、うん、まあデートというかドライブですね、うん、まあ、遊んでたと、まあデートしてる流れで、まあ、ちょっとムラッと来てしまいました、まあそれはね、まあ、一緒じゃないですか、一緒じゃないですけども、ちょっとムラッと来ました、もう行きますやん、みんなムラッとで、まあちょっとこう人気のいないところに行って、で、まあ車の中で、まあ、ちょっとしたいなという感じで止めて、うん、こうカッとしてたわけですよ、うん、まあ、そうしてると人が来ました、おー、お前はね、うん、で、はっ、ってなってこう隠れて、で、いなくなってからまた始めるんやけど、また人が来て、うん、いや、ここめっちゃ人来ると、うん、ここではパコレンなと、違うところにもう移動しようと、はいはいはい、でもうちょっともう、もんもんして、で、女の子も、彼女の方もまあ多少もんもんしちゃって、お前その時はさすがに、うん、で、まあ2人こう移動して、でもうここは絶対に人後編レベルのところに行って、うん、で、そこで車止めてまたこう始めるわけですよ、うん、で、まあ全然人後編からもう直前まで行って、うん、で、私もね、装着してちゃんと持ち歩いてますから、さあこう行くぞ行くぞとやっとる時に車のライトがパッと光ってと、びっくりしましたよってなって、ハッてなって2人ともこうもう結構見れましたから、わーっと来て、ズボンわーってやって、
うん、その車がパトカーで、これはまずいと、まずいこれはまずい、だいぶまずいぞこれで、まあでも普通にまあ何も悪くしてないぞっていう感じで、はいみたいな感じで出て、ちょっとこの辺自販機嵐がいるから声かけさせてもらって、でももう明らかにやっ撮る最中やって分かるぐらいな感じなんですよ、ね、肌毛具合、うんうん、あともうちょっとあのガラスも曇りつつみたいな感じで、もうこれもう完全に言い逃れできんレベルの感じなんで、僕も判決でしたしで、まあそこからいろいろね車の中見られたりとか身分証出せとか言われたりして、で結局その子が未成年だということがね分かってしまう、やばい、これはまずいと、うん、でそのままね僕はもうムラムラしたままとかに乗せられて、警察署に行くわけです。ムラムラしたままパトカーでこれ運ばれてるわけですよ。これはもう人生終わっとんなこれみたいな、ってなって警察署行って事情聴取を受けるわけです。でもう別々ですね、もう女のことはもう分かってるから雇ったやろと、車の中でやってました、もう自白したわけです、まあ、別にもう全部正直に言おうと、ちゃんと付き合ってるから悪いことじゃないと、未成年ですから相手が、その僕が否認してたかどうかっていうのがすげえ大事らしいんですよ。ダイヤが僕が否認してたと、じゃあ証拠はあるかと、もともとの袋のゴミはあるのかと、つけてたやつはあるのかと、うん、今ついてますと。何でつけっぱなしっていう話。もう入れる直前で来てますから、そうつけっぱなしなんですよ。だから警察の人も何とも言えへん顔してて、その後に、まあ、捕まったことある人だったらね、分かると思うんですけど、まあ、そういうその証拠品になるものを、僕で言うと車でね、そういうことしてたんで、はい、車をね、ナンバーを指さして、こうやって撮られるんですよ、警察にこうやって。めちゃめちゃやられました。めちゃめちゃ。逮捕されてるやつ2人いんねん。多いな、割合。こうやって、ここでもうどんだけ嫌な顔するかですよ、でも、まあ、こういう顔して、これ撮るわけですよね。で、車の鍵とか携帯とかも全部こうやって写真撮ってて、で、お前そういえばついてんじゃんなみたいな、つけっぱなしでもう俺撮れとは言わへん、ゴミだけ探してくれと、車の中でもう出てこい出てこいって、俺撮んの、いや僕と絶対撮りたくないと思って車探したら出てきたんですよ、そのゴミピリッと開けたのやつね、それが後部座席の後ろの方にポッて置いてて、僕パコれなかった挙句コンドーム指さして警察に写真撮られた。何もやらなかったと思う。ちなみにね、これあの一応警察押収したって形になるんですよ、全部、うん、で、うん、これ書類に押収してもいいですよの書類と返してくれの書類を2枚書かなきゃいけない。もう車と鍵とスマホとコンドーム返してくれの紙も書く。何書いてんねん。めちゃめちゃもう嫌な時間でした。怒れんな、怒れんな。この後は彼女のお母さんがもう全て私の娘でもう知ってるからと言ってくれたんで、全科はついておりません。おみんな前科ついたらいいのに。これは全員が。そのさつけありがとうございました。はい、一周しましたね。一周しましたね。じゃあこっからはもういきますか。そうですね。もう出たやつが。イエーイ。まあまあいいです。一般的にはね。みんなの話がパコレそうすぎてちょっと。イライラしてるんですけど、僕らしい話します。これはちょっと前の会社で働いてる時にみんなで社員旅行行こうやみたいな話になりまして、ちょっと南の方の島に男女44とか2週間ぐらい、めっちゃ楽しい、すっげえ気圧やみたいな、何か起きるに決まってんだよ。そうですね、めっちゃええやんと思って行って、それぞれの男子がもう適当に自分らの友達の女の子呼ぼうぜみたいな、だから結構初対面やけどこいつはこの女の子呼んでとか、こいつはこの女の子呼んでみたいな感じで、女の子はまあ来て、まあ、途中で帰ったりとか、じゃあまた次の新しい女の子来てみたいな、でまた帰るみたいな、結構いい感じやったんですけど、勝間もちょっと女の子連れてきてみたいな言われて、当時そのバイト、その会社のバイトで入ってた可愛い女の子がいるんですけど、まあ、本田翼っぽい感じの、本田翼にピエン混ぜたみたいな感じの女の子は、まあ、基本僕がそのアルバイトの子をちょっと教えてたみたいな、僕が一番ゆかりのある社員の中でも感じでよくしてたで、読んだら行きますと、途中からその子が参戦してきて、でみんな可愛いなみたいな、
で、そのことはみんなと一切そのエロい感じのトークは一回もしたことなくて、うん、その子のエロ度っていうのはみんな不明やったわけ、うん、めちゃめちゃエロいかもしれんし、もう全然エロくないかもしれんし、もうみんなもう結構もう誰がいつ行くみたいな止まってるわけやからね、うん、まあ毎回その庭みたいなとこでバーベキューしてもうベロベロで飲んでたわけみんなで、うん、ほんなら僕の友達の人が本田翼にいてる女の子をちょっと狙いに行ってる雰囲気みたいになって、うん、こうなんかくっついたりして、うん、お前行くんかってやられてるやん俺が読んだのお前行くみたいな。まあでもその女の子は決めますから、ちょっとまあいい感じになって、うん、でその外で庭でバーベキューしたけど、二人でちょっと部屋にパッて行って見えて、おーわーで俺もはイラついた。もうちょっとなんとかパコれないでおくれと思って、うん、ちょっとバーって裏回って、うん、その部屋、窓からこう出たって悪い悪い顔がもうマジで悪い。これな気になって、その行方が、まあまあまあ、気にはなりますね。俺も結構好きだったんで、その子、うん、ほんならもうギリギリその子のこの部屋見えず、その友達のこの生まれたままの後ろで腰を振ってるお尻だけ見えて、うん、あすぐやん角度的にね、めちゃめちゃパコれてるやんみたいな。こんなしかもその子もそのエロい感じとか思ってなかったから、うん、全然行く感じなんや本田翼みたいな、うん、一緒みたいな。俺とずっと真面目にやってたのにそんな俺を無視して行くんやここもうええわと思って一回上行って、でもなんかめっちゃ長いんですよ二人が、うんうん、それずっともう気になって貧乏椅子とかでどうなってんねんって次行きたいぞ。でも俺も結構もうベロベロ寄ってきて、うん、もう一回見に行こうぜって言って、うん、地下降りていったらちょうどその女の子が出てきて一人だけなんかこうシャワー終わった感じで、でその何を間違えたか俺なんかもうベロベロのもあってその出てきたその足でその女の子を手引っ張って自分の部屋に入れてもうたんですよ。えぇ、ー、そういうのそんなんせえへんやん。そうそう、ベロベロやったから俺、このこいつだいぶエロいぞっていうのがあって、あでも入れて鍵ガーン閉めて違う部屋、俺の部屋に入れて二人でベッドにこうパサンってこうえいけるやんみたいな、いけるやん、折れるやん、エロ相手いけるじゃんみたいな、うんうん、しかもこっちやってすぐ出てきた後すぐやるのこの子はみたいな、レンジめっちゃいいやん。でもう2人でこう寝てるわけですよ、このぐらいの距離で、うん、でまずはじゃあ口づけやと、でこう行こうとしたらその子はパッて止まって俺の目見てやらないよって言ったんですよ。なんてっていうクエスチョンのままもう一回聞くって行こうとしたらやらないよやらないよみたいな、もう3回ぐらい言われてこれもうやらないよって言ってるわと思って言ってんの、そう言ってんの、これもうやれへんなと思ってもうここまで生きてんのにやで、うん、そんなの子出て行ったんですよ、うん、で俺はもう一人でベッド、あんな距離でやらないよってよう言えたなって思って確かにそれはそれに言えたすごいもうちょい前で言ってよ連れ込む時にね。でその夜は悔し事故りして終わったんですけど、でこっからがやばいんですよ。まだあんのさらにここからで次の日その話をみんなにこのトーンでしたと、じゃあみんな笑ってアホやなみたいな、できてないやみたいな、じゃあもう一人の友達も来てるわけですもちろん、でそいつがじゃあ今日夜俺行くわ、うん、そんなんもうやらないよって言ってたから、無理よ、人旅行で何人も行ったらやばいと、その子的にさすがにやらへんよって言って、その夜だそいつがうまいことしてその女の子と相部屋でもう寝るってなったらしいんですよ。うわ持って行ったなそこ。でもそれもめっちゃ気になってさすがにやらへんやろ、その最初にやったやつが気になったからやっただけで、さすがにやらへんやろと思って、そんな噂もあるのも分かってるし、うん、でもそれもちょっと見に行って見に行ってるでもその部屋はちょうどなんかもう見えへん感じの部屋の作りで、うん、3時間後ぐらいしたらそいつが上に上がってきて行けました。行けてるやん行けてるやん行けてるやん囲れてるやん、マジみたいな、マジってなんか2人で喋っていい感じになって、そういうのそのままってめっちゃ喘いでたみたいな上から言われて俺もうーん素晴らしく
ただその旅行3日目ぐらいで全然楽しないよほんならもうみんななんかそのおもろくなってきて、次の日ぐらいかな、俺の後輩も連れてって、後輩やで、でみんなが悪いからちょっとお前も行ってみろよ、いやお前は後輩やから行くなよ、お前が行けたらもう俺だけ行けじゃそいつ結構そのラグビーっぽい体験だったんですけど、俺行くっすさすがにそれはないと、ひとたびで3人とやる女を聞いたことない聞いたことないマジでおかしなるよ行ってきますとか言って、あんま別にそんな喋り得意なタイプでもないの、ちょっと人見知りタイプの、もうそれはもう見んとこうと思ってでまあ3時間ぐらい経ってそいつがこう上がってきて、おあこれはもうできてないやろって言ったら、どうやったって言ったら、いけたっす、いけてるやん全然パコれてないこの話その旅行マジで楽しくなくて、もう帰りの飛行機も無表情で帰ったってパコれんなーそれはパコれんなそれだけパコれんなマジでパコれてるそれだけなんでやんめちゃくちゃパコれやらしてよじゃあその出たすぐに行ったんがあかんかったんかもねっていう話になったと思います。すぐ過ぎたからしない、うん、話してくださいそう、もう僕はどうも次行きましょう、行きましょう、行ってきます。おお順番に一緒に、それ勝本さんだけできんかったんすか、なんでまだ勝本さんなんだよ、嫌やねん暗すぎますよ、ほんまね、この話ずっとするんすよ、おもろいから毎回説明してる僕はですね、まあ、皆さんやっぱりどんな人にもお正月ってことじゃないですか、それだどんな入りやろこのやっぱ年が明けて、うん、まあ、正月やみたいな、あ、まあ、歌舞伎町っていう場所で、まあ、仕事してまして、はい、で、まあ、やっぱりね、やっぱ夜のお仕事やったんで、うん、やっぱ連休とかもまあなかなかあったりなかったり、まあ、なかったりみたいな、うん、正月ってやっぱこう自信持ってゆっくりできるんですよ、なるほど、できるできますね、うん、そしたら三が日の1月3日にけたたましくまあ電話が鳴ると、普通やん、2回かなってだけ、そんぐらい動くのそれはけたたましいで、えらいけたたましいなで、パッて見たらまあやっぱり仲のいいお客さんの女の子と、あー、しもしも、あー、けおめみたいな、あー、けめことよろ、うん、46やから、あ、どうしたん、いや、どうしようもよろ、え今から、え三が日に今から会いたいと、いいね、うわぁ激アツ、それがね、確かもう12時前とか夜の、これはチャンスやん、どこでみたいな、私のうち来てよ、嘘っぽいな、顔はわからんやろ、ね、かわいいそんなとこの顔かなそこの指定された場所が高田のバン、普通に言えよ、言えよそれで尺度どうしよう、要は私の家に来てと、おお、まあ、部屋番聞いてたんで、まあ、押して、まあ、行きました、はい、まあ、部屋入ったと、まず引きすぎて笑えないぐらいのゴミ屋敷だ、いつ段ボールとゴミが永遠に、うわーって、いや、よくここに読んだ、確かにそこは、まあ、二語といえばドスケベ道であり、まあ、新進ドスケベ道、どこ、まあ、僕は計画上はそういうの1ミリも突っ込まないんですよね、おお、なるほど、あー、明けおめーって言いながらもうそのゴミ山をかき分けて、かっこいいリビングも、全部さ、もうなんかゴミ捨て場ぐらい、もうバーマン、私我慢できなかったの、薬やとるやろどんな顔してるの、かわいいっすか、はっきり言ってもかわいいのかどうかと言ったらかわいいです、おお、この子は多少売れてる A な V の子なんです、東京ボカン、うわ、こんぐらい出てますそうなの遅いな、いいやな、まあやっぱ見けるやん、じゃあいいじゃん、もう俺ゴミどけながらね、すごいこのゴミをこうナチュラルにどけながら、バレへんようにこうイチャイチャしながら、でもうカッチカチの包丁もハンハンみたいな、全然ウケへん顔芸じゃないんですよ、面白
じゃないですか、話は。でも、いよいよと。いや、もういけるやん。もう、ここまで来てます。パーマン早くインしてと。今すぐ応援もインしないで。いいので、え？何が？残り目やん。何を止めてる？よーく見たら、え？うわ。芯付きだった。うわ。気づかんの？気づけよ。要は、後ろのホールしかないと。ただ、後ろのホールには思いっきりインしました。してるな。ああ、それはでも、これはパコレではいないです。確かに確かに。まあまあまあ、パコではないね。後ろのホールにガン付きはしてます。なんで申し訳なく感じました。映画なんですよ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 。ずっとでもパコレンな。パコレンな。パコレンな。オーマイガー。うんこ漏らしてるんで僕。私ルシファーちゃん好きな。すごいよ。パコレンナー。